はい、どうもメガドライブミニ大好き阿部知です。はい、ということでですね、今ね、画面の方に出てます異世界おじさんっていう漫画なんですけども、この漫画、読まれた方もおられるかと思うんですけども、この漫画の中にですね、メガドライブとかセガのことがね結構出てくる漫画なんですよね。だからよくメガドライブミニの時もね、コラボレーションをしていたんですけども、僕もね単行本をね持っているんですけど、まだねちょっと全然読めてないという状況ではあるんですが、この度この異世界おじさんが、4月から、アニメーションとしてね、登場するということで、そのアニメーションの内容の紹介番組というのがありましてですね、実はその中で、メガドライブミニ2の追加タイトルが突然発表されたということみたいなんですよね。しかも1本だけなんですけども、これが何かと言いますと、はい、こちらエイリアンソルジャー、こちらが収録タイトルとして発表されました。こちらはですね、メガドライブの、結構最高期に、ね、発売された、トレジャーの、名作になるんですけども、こちら本当にね、メガドライブの後期に出た作品っていうのは結構プレネに、なる傾向があって、普通にソフトを買うと思うとそこそこお値段がしてくるんですけども、これがですね、初代メガドライブミニの時に、アジアバージョンというのがあって、そのアジアバージョンには収録されたというものになります。だからエイリアンソルジャーをね、やりたいという目的でアジアバージョンをね買ったという方もおられるんじゃないかなと思うんですけども、なんとこのアジアバージョンに入ってたものが今回メガドライブミニ2の方にも入るということになりました。一つ分かったのが、初代の、海外版から、ソフトが入ってくるということが考えられるということですね。アジアバージョンということに関して言えば、例えばこちらね、バーミリオンとかもね、そうですよね。これも入ってくる可能性があるかもしれません。それからこちら、アウトラン2019ですね。これもアジアバージョンにしか入ってないものなので、もしかしたら可能性があるかもという感じですね。エイリアンソルジャーとかバーミリオンに関しては、任天堂スイッチオンラインの方にも入っていたソフトということもありますので、もしかしたら任天堂スイッチオンラインに入っているものも収録される可能性があるとすれば、もしかしたらこちらサンダーフォース2 MD、 これね、もしかしたら入ってくるかもしれないというのはあります。あとはジェネシス版ですね。例えばライトクルセイダーとかね、獣王記とか、ジェネシスとかに入ってたもの、なんとなくですけども、なんかジェネシスのものってなんか入れなさそうな気がするんですけども、これは完全に憶測ですけどね。特にその、アメリカってこの、ミニシリーズのマーケットがすごくでかいところだと思うので、そこに入っていたタイトルをあえて日本版の新しいものに入れるってことはなさそうな気するんですよね。おそらくメガドライブミニ2もアメリカとかヨーロッパとかにも売っていかないといけないと思うので、なるべく被りがないようにしたいというところはあるような気がしてます。というところでね、突然のちょっと発表があるということで、どんな角度でね、発表とかサプライズが来るかわからないというのが今回の、メガドライブミニ2だなというふうに思うんですけども、前回のね、第2弾発表の動画の時に、発表された収録タイトルとか内容について、僕個人的にどう思ったかっていうのをあんまりなんか話せてないような気がしましたので、ちょっと改めて少しお話しさせていただきたいと思います。前回の収録タイトルは、前半が、アーケード移植にね、寄った内容になってました。こちら、ナイトストライカーとか忍者ウォリアーズとかスターブレードとかね、アウトラン、アフターバーナー2とかですけども、個人的には正直ね、メガドライブのアーケード移植ってそんなに僕は希望してないんですよね。っていうのも、今の世の中アーケード版の完全移植に近いものっていうのがね結構遊べる環境にある中で、あえてメガドライブ版を遊ぶ意味っていうのはね、ものによると思うんですよね。例えばeeSWATとかアーケード版ともう明らかに違いがあるものとか、そういったものとかはいいんですけども、悪い言い方をするとアーケードの今でいう劣化移植的な感じになるものをあえて入れる必要があるのかというところは正直思ってます。例えばこのアウトランメガドライブ版なんですけども、この中にはステップオンビートという曲が入ってます。で、最近の現行機種でもステップオンビートの、アーケードアレンジ的なものが入ってるんですけども、
まあ、オリジナルの、メガドライブサウンドのステップオンビートが聴けるのはこちらのね、メガドライブ1アウトランが唯一というところで、まあ、そういう意味での収録の意味はあるのかなというふうに思いました。それからアフターバーナー2とナイトストライカースターブレードに関しては、まあ、サイバースティックで遊べるという付加価値がついたというところで、収録の意味が、意味合いが出てきたなという感じはします。で、忍者ウォリアーズに関しては、中にあのズンタタのメンバーのね、映像が入ってますので、まあ、こちらがまあメガドライブ唯一というところと、まあ、スプラッタハウスパート2はそもそもメガドライブでしかね、出てないというところで、なんかこのアーケード移植タイトルに関してはあのチョイスがねすごくあの上手だったなというふうに思うんですよね。うん、単なるその劣化移植にならないそのメガドライブ唯一の要素が入っているものをうまくチョイスしたなというところでは、まあ、あの良かったなというふうに思ってます。それから後半戦、不思議の海のナディアぐらいでピークを迎えまして、まあ、メガパネル一段と R、コラムス3と、この流れが発表された時にちょっと雲行きが、怪しくなってきたわけなんですけども、まあ、個人的にはメガパネルはあのちょっと貴重な、ね、ゲームなのでこれはありかなと思ってます。で、一段と R とコラムス3は正直なくてもいいタイトルです個人的にはね、うん、なんですけども、あのこの一段と R はあの前回の初代メガドライブミニにタントワルが入ってましたけども、あのゲーム個人的にはあのそんなに遊ぶことないかなと思ってたんですけども、あのうちの子供とねあのメガドライブミニをするあの機会がありまして、その時にねタントワルを選ぶと結構ゲームとして直感的に分かりやすいゲームが入っているので結構ねあの盛り上がれたんですよね。うん、なのでファミリーとかあのちょっとまあ、 あのゲームに対してライトな人と遊ぶ機会があった時にはすごくね使えるゲームだなというふうには感じました。で、コラムスに関してはこれまあ結構コラムスってね難しいゲームではあるんですけども、ただあの、5人同時プレイっていうのがね、できるみたいなので、おそらくなんですけども、あのメガドライブミニを広げていくにあたってできるだけたくさんの人に遊んでほしいという時に、まあ、コラムスきっかけでね、メガドライブミニを買おうかっていう人はまあ少ないのかもしれないですけども、まあ、何か一緒に遊ぼうかという時に、コラムス5人で一斉に遊ぶとかいう形でいろんな人になんか遊んでもらえるきっかけを作りやすいタイトルではあるのかなというのがあったので、多分その5人対戦があるというところが今回そのコラムス3の収録の決め手になったのかなと個人的には思ってます。まあ、後半戦ですね、賛否両論というよりは、まあ、P の方が多いんですけども、まあ、しょうがないかと思えるか、それは許せないと思ってしまうかの、まあ、その二択かなというふうに思うんですけども、まあ、個人的にはね、やっぱりあのサイバースティックっていうね、サプライズがあったっていうところが結構でかくて、あのこういったあのクラシックミニハードっていうのは基本的にあの昔の思い出を追体験するっていうのが一番のコンセプトだと思うんですけども、このメガドライブミニに関してはあの当時体験できなかったものをどれだけ詰め込むかみたいなね、そこがあのすごくポイントになってるところがあって、まあ、それがなんか あったので、正直この後半戦はね結構それで相殺された感が僕の個人的にはあります。それに加えてこのスターモビルね、うん、こちらの方、まあ、知らない人の方が圧倒的に多いと思うんですけども、でもこの収録、されなかった、泣く泣くされなかったものが今になって遊べるっていうね、この部分が僕はすごく素敵だなと思ってまして、でこのスターモビールのね、この、イラストの方も、メガドラアイドルの、相沢美美さんの、ね、イラストだそうで、あのメガドライブがもうめちゃくちゃ好きな、女子なんですよね。うん、その彼女が実際にそのメガドライブのタイトルの、イラストを担当することができたというところで、まあ、夢が叶ったというところですね。うん、なんかそんないろんなエピソードがあるので、僕はすごく第2弾発表は全体としてはすごく良かったなというふうに思ってるんですよね。コラムスとか一段とあるは、まあ、ある程度、まあ、必要枠というか、うん、まあ、一段とあるなんかもアストロシティミニもね持ってれば入ってるんですけども、コラムスも初代の、ね、メガドライブミニの中に、入ってますんで、まあ、十分なんですけども、まあ、今回買う人がそれらのものを持ってるとは限らないわけで、まあ、メガドライブミニ2がもしかしたら初めてのクラシックハードになるという人もいるかもしれない中で、やはりある程度 その、バラエティ感っていうのは出す必要はまああるのかなというところで、僕はまあどちらかというとこれはもうしょうがないのかなというふうに思ってます。はい、というところでメガドライブミニ2の、突然の、タイトル発表、しかも1本だけっていうねあまりにも意表をついた発表の仕方ですけども、まあ、こういったものもあるんだなというところでね、
あのメガドライブミニ2、まだまだ発表がたくさんありますけども、まあ、最後までね、なんかこうなかなか気が抜けないなという感じはしました。あの某もしもガジェットさんのチャンネルの方ではね、メガドライブミニの PV のこうパッケージジャケットが黒塗りされているところを拡大してちょっと明るめにしてみると、実は、タイトルがね、透けて見えるなんていうことを発見されていて、あのすごいなと思いましたけどね。そこに気づくんだっていうふうに思いましたし、こう逆にその動画を作ったスタッフの人はね、ちょっとこれ結構な落ち度なんじゃないかなというふうに思うんですよね。やっぱ黒塗り、まあ透けて見えたっていうことは、多分その黒を透過で乗せたっていうことなんで、それはね、あの中が見えてくる可能性はあるっていうのは考えられると思うので、まあ、わざとじゃなければ結構な失態なんじゃないかなというふうに思いますけども、まあまあまあ、そういうことも含めてね、まあ、メガドライブミニ2を発表をこう存分に楽しんだらいいんじゃないかなというふうにも思いますけどね。まあ、あとは今回のね、メガドライブミニ2に関してね、僕の思ってることっていうのをお話ししましたけども、まあ、他のチャンネルさんでは期待外れだったみたいなね、意見とかもあるんですけども、まあ、あんまりね、僕はちょっとそうは感じなくてですね、本当にあのいい発表だなっていうところのが正直本当強いんですよね。全然なんかあの忖度してるとか、そういうつもりも全然なくてですね、まあ、言ったらあのアストロシティミニの発表もあのそこそこ僕満足してましたからね。アストロシティミニすごい評判悪かったですけど、僕すごい大満足だったんですよね。っていうところがあるので、ちょっとま あ, あの僕の感覚がそもそもずれているのかもしれないんですけども、まあまあ、なんかいろんな意見があってあのいいのかなと思いますしね、まあ、あの自分のね、あの思ったようにまあ発信をしていこうかなというスタイルではあります。はい、というところで、メガドライブミニ2の突然の発表についてお話しさせていただきました。また、次の動画でお会いしましょう。阿部っちでした。バイバイ。